ばいていく。なんかりゅうちゃんが料理してるの初めて見た。もうわかる、もう母だよね。できましたー、すごーい。三十歳初めてのお魚さばき。やっぱね、何事もチャレンジですから。こうでしょ。そう。うわ、血出た。あ、でもそう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 、そうだよ、いけるよ、さきちゃん。うん、え、さきちゃんさばくのかな。やる。さきちゃんさばく。やってみたい。え、さばいてよ、じゃあ教えて。え、かわいいね。魚じゃなくても大抵切れ味悪いやつやるとぐちゃぐちゃになりそう。わかる。でもちょっとじゃあちょっと教えてください。初めてですから。え、やばいね、さきちゃんの魚初めて。30歳初めてのお魚さばき。やっぱね、何事もチャレンジですから。いくつになってもチャレンジ精神よね。え、すごい。これでどうやるの、洗うの。まず多分ね、もう洗う、綺麗だからね。でも鱗もないから、まず頭をボッて。ちょっと本当にやったことない。これどれでもいいの、ナイフ。うん、どっちもあんまり切れない。え、なんか いつも使ってる感じの方でやってる、うん、の方がね、安全だと思う。分かった。頭をね、ドン。こうで、このこいつの、こいつの後ろから、うん、この辺、オッケー。合ってる。合ってるよ。そしたら、ドン、下にドン。こうでしょ。そう。うわ、血出た。下のお腹をこの辺でギャッて落としちゃっていいよ。あ、この辺を落とすんですか。うん、超下のところを。この辺ですね。どうぞ。あ、でもそう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 、そうだよ。いけるよ、さきちゃん。うん、やった。あ、出てきたよ、にょろって。なんかそしたら、そう、グロい。これですか。全部彼の。あ、ごめんね。臓器とか様々な。ごめんね、価値あったよ、君の。ありがとう。そしたら、水をベアって流して、はい、1回、うん、お腹の中を洗っていただいて。お守りいたします。こんな感じ。そうそう、いっぱいあんじゃん、多分薄っぺらいのが。そういうの全部。あ、そう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 、やつの臓器を全部。ここに血合い。あ、でも取れてる。あ、さきちゃん開いてくれたのね。うん、グッてやった。あ、てかめっちゃさ、今もっと開けるんだけどさ、開いていいの。あ、ね、なんか実はね、手開きっていうのもあるぐらいね、そのまま柔らかいの。そうなの。拭く、うん、まな板を拭く。ここも拭い、まな板きれいにしたら、魚もね、うん、はい、魚拭いていいよ、普通に。へぇ。こっからはお水につけちゃダメだけど。そうなんだ。ここまではもうびちゃびちゃ、お魚きれいに。いろいろそぎ落とすときはつけていいってこと。あ、そう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 。今、中も拭くんですか。中も拭いていいよ。へぇ、これくらい。いいね、いいね、いいね。初めての料理はいい感じ。いいよ、よかった。いい感じ。あ、顔描いたら怒られる。除菌した。くそ。除菌した。すぐ。嘘。いいよ、洗っていいよ。嘘、手臭い今。手臭いよ。全然今気づかないんだけど、ちょっと待って。いろんな彼の。え？臭くないよまだ。アイドルだから。え、臭くなくない？さきちゃん、お手が臭くなくない？臭くないよ、ほらまだ。本当だ。さきちゃん、手までアイドルなんじゃない？うわ。喜んじゃった。本当に臭くない。喜んじゃった。手まで臭くないですよ、さきちゃん。手がアイドルだから。臭くない。確かにさきちゃん手臭くない。次はなら、うん、なら、ね、ここはちょっとややこしいんだけど、ここに骨があるの、背骨が、はい、この背骨の上と下を切りたくて、うんうん、もうちょっとこの辺持ち上げて、うん、この骨の上のババババって切っていくって感じ。背骨が、あ、これですか。そう、それ、こういうのは分断しちゃっていいの。そう、そういうのはね、むしろぶち切っていく。そう、わかった。結構ガッていく、それとも、うん、こういった方がいけるかも、うん、こう、あー、こう、そこから取るのね。そうそうそう、はいはい。あ、そう、そのままいい感じにもう薄く、そう、ギュッて、はい、いけました。はい、1枚目です。これ魚ですか。さあ、魚食べる部分です。やった。したらひっくり返して、うん、同じことをこっちから。なるほどね。あ、そう、裏返し、見ないでやるのむずいね。そうなの。できてんのか。あ、できてるわ。できてるよ。日本になっちゃう。できてる。できました。できました。合ってるかはわからないです。合ってます。いけてるよ。いい。捨てる部分が。あ、多すぎるのか。でももう大丈夫、うん、大丈夫だよ。オッケー、うん、いい。さきちゃん頑張ったから、はい、うん、あ、もうすごい。身が少なかった。ちょっと
すみません。骨しっかり捨てさせていただいて。え、すみません。全然。したらもうあとは、うん、ここに骨が、うん、こいつをなんか、うん、ああ取るのね。そう。わかった。オッケー。もうわかった。いけるよ、うん。もう見えてるから。もう見えてるからさきちゃんには。ゴールは。なんかさ、でもなんかどんどんさ削って身なくなりそうなんだけど、サンマってね、あのね、身なくなるんだよね。身なくなるよね。したらいい感じになんか全体を3人、はい、3等分ぐらいにして、こういうことですね。それあの骨がちょっと指に絡まる、それも洗いましょう。します3等分。あ、そっか、これがかば焼きになるのか。嘘です。じゃあすみません、ちょっとほぼかばになっちゃった。ありがとう。ありがとう。いや、いけました。イエーイ。さきちゃんがさばきました。すごいじゃん。できた。プロフィールにかけるかな。プロフィールかけるよ。前回さ、たきさま王になったからさ、ゆうちゃんが。そうね、私たきさ、そうだ、プロフィールに書かなきゃ。プロフィール書かなきゃいけないから。書き忘れてる、まだ。特技魚さばきって書く。そうだそうだ。ありがとうございました、先生。いや、さきちゃん素晴らしかったよ。はい。臭くなかった、手が。手臭くない？来た。やっぱ臭いやん。やっぱ臭いやん。いや、あのね、最後にあの骨を素手で取ったのが良くなかったっす。そうね。ちょっと触るとね、臭いよね。あ、匂わない。え、全然匂わない。匂わない。佐々木様がアイドルだからだよ。え、本当にさ、ほら全然匂わない。本当だ。本当に匂わない。じゃあもうあとはもう逃げます。いいよ、もうあとはもう。ありがとうございました。なんか出たがりみたいになっちゃってやだな。キノコって洗わなくていいですよね。え、そう。え、ってそのままでいいんじゃない。そんな感じですか。はい、いいと思います。ね、量多くない。待って待って、量多くない。結構多いよね。もうチンしちゃっていいかな。待って、アルミってチンダメだね。え、アルミチンダメだよ。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 